皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日のちい散歩はご覧のように山田駅に来ています。山田ってのはどこかと言いますと、八王子なんですね。八王子市なんですね。あいにく今日は空模様が、でもこれで明るくなってきましたんで、もうじきこの傘がいらなくなると思うんですが、みんな雨でも負けず頑張りましょう。では行きましょう。こっちへまず行ってみる。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブとご覧のスポンサーの提供でお送りします。毎週金曜日はもう一度見たいという声を多くいただいたお散歩を厳選してお送りする特選ちい散歩。今日は緑豊かな八王子市山田をお散歩。そこにはなんと、あ、牛がいました。ちいさん、名誉ある子牛の名付け親に。この子はなんて名前にしたらどうでしょうかね。スイッター開けるんです。ちい総監督、久々の登場です。なんか大きなため息がってできるようなカット、カメラ一つお願いします。そして昭和の風景を求めて戦時中の絵手紙を訪ねます。こんなにマメな親子がいたかね。とにかく夢中でやってたんですね。紫外線の強い季節がやってきました。めんどくさがりさんにもおすすめ、いつでも手軽に紫外線ケアできるスプレーをご紹介します。気持ちいい。今日は京王線で新宿からおよそ40分、高尾山を望む八王子市の山田をお散歩。あいにくの雨の中でのお散歩になってしまいましたが、一体どんな街なんでしょうね。ところでちいさん、山田というと何を思い浮かべますか。まあ山田っていうとやっぱり田舎という風景であるよな。山田の中の一本足のかかし。なるほど。でも田園風景は見当たりませんね。こっち行ってみましょうか。突然なんか目の前に緑が、山のような緑が見えてきましたよ。おお、こういうところはやっぱり自然が残ったものというか、これ畑ではないよね。これぞ山田という風景ありましたね。たった一本道を外れただけなんですけどね。あ、何か見つけました。ミルクファーム、母さん牛のヨーグルト工房、行ってみようか。こんにちは。こんにちは。どうも。あ、どうも。これこっち行くとあのファームがあるの。 あります。これ降りるとね、もう牛います。あ、そうですか。お母さん、これからどっか行くの。買い物、これから買い物。ちょっと買い物いいね、静かでこの辺は。いいでしょ、ね、自然が豊かでいいね。自然、ね、田んぼもありますし畑もありますし、畑もあります、ね、山もありますし。本当東京都なのにね。東京都なの。東京都でもこんなに緑がいっぱいあるところはね、あるんだね。どうもありがとうございました。はい、どうも失礼しました。ちょっと今からファームの方行ってきます。あ、そうですか。どうぞごゆっくり。どうも。やっぱり分からなかったですね。ねえ、いいですよね、大きな声で、明るい声でね。あ、もうすでにいますよ。牛がいました。お尻が見えます。おいおい、おはよう。よし、餌食べてんの。すごいところにあんな坂の下にもいるよ。あら、前には牛じゃないな、あれは牛か羊か。大きいな。今ちょうどまだ毛が刈り込んでないから大きめんだけど、
何だ、あの動物は何これ。イノシシ、豚、イノブタ。おいおい、こんにちは。こんにちは。あ、尻尾振ってるよ。どうもどうも。あいにくの雨だね。かわいいね。あ、いっぱい牛がいるよ。40頭近くの牛がいますね、ここにも。磯沼ミルクファームは都内でも数少ない牧場の一つ。牛乳をはじめとした乳製品を作っている。こちらのキャッチフレーズは、世界で一番小さなヨーグルト工房なんだそうですよ。ここで絞るわけ。はい、ちいさん絞って。え私、あ、もう何、呼ばないの来たじゃん。ゆいちゃんです。なんでこの子は来たの。ちいさん待ちです。いやいや、目立つよな。これ難しいんだよね、確か上からこうこうやってこないとダメとかあるんだよね。そうですよ、よくご存知。前やったことあるんだけどね、これがなかなか難しいんだよね。やったことあるって言う割には、じいさん牛乳もったいないことになってますけど。ほら、こんなんで優しい気持ちになりませんか。優しい気持ちになりますよ。そうですね、こう。ほら、じいさん、こうするんですって。それにしても皆さん、お若いですよね。何がきっかけだったの。そうですね、やっぱり前々からこういった仕事にすごく興味があったのと、それから自然の中で働きたくて、以前は都会で働いたこともあったんですけど、はい、土の上で働きたくて今やってます。いいね、それがね。あなたのような人がこういてくれると、おじさんなんかすげえ嬉しいんだけど、こういう人がどんどんこう農業とかこういうことに携わってくれるっていうといいなと思うし、食べ物でも僕はいつも言ってんだけど、一家に一つ野菜作ったらって思うのね。でマンションなんかでもなんか狭くてできないって言うけど、そうでもなくて、プランターに一つ頑張ると、まあ、今ピーマン作ってるんだけど、はい、結構できるのよ。でみんなが隣がピーマン作って、隣がトマト作ってみたいな、みんなで出し合ったら結構なものができると思う。そういうその作ることよりも、そういうのを作ろうと思うような気持ちに、あなたのような若い人がならないと、はい、いつまでたってもよその国から食料を供給してもらって、うん、好きな時に食べて、いらなくなって捨てちゃうみたいなことは、うん、もう考えなきゃいけない時代だと思うな。そうですね、うん、牧場の自慢は搾りたての新鮮な牛乳から作った乳製品。特に人気なのがこのジャージーヨーグルト。新鮮なミルクを無添加で仕上げた一品には、チーズのような濃厚なクリームの層が。これはうまいぞ。じゃあ飲むよ。顔がそう言ってます。好きなんだ。ワインない。カメラマンにも食べさせよう。カメラ持ってっからな。あ、すみません。食べさせてやんない。しょうがないもんな。看病してるみたいだね。笑っていいとこなのかどうか。食べて。いや、じいさん、食べてよって渡されても、それじゃ撮影できませんって。あの、なんかお願い事があるそうです。はい、何。実は、おととい生まれた子牛がいるんですが、ぜひちいさんに名前をつけていただけないかと思いまして。どうしようか。わかりました。ちいさん、大役を任されちゃいました。まずはご対面といきましょう。あーだね。チェックしますよ。生後2日の女の子だそうです。かわいいね。
僕に似て2枚目だね。2枚目って女の子ですってば。じいさんどうします？この子はなんて名前、チーチーってしたらどうでしょうかね。スイート開けるんです。いただけチーチー君。二代目チーチー襲名ですか。チーチーって名前にしますね。泣いて嬉しい、ありがとうございました。結構ですね。どうもすいません、返事までしていただきまして。というわけでチーチーに決定。元気に育ってほしいですね。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。どうもありがとうございました。バイバイ。元気でな。こちらの牧場見学もできるそうなので、子牛のチーチーに会いたい方はぜひお立ち寄りを。さて元祖チーチーは？いいな、このあぜ道みたいなところを歩くのってのもな。おお、鳥がいっぱい飛んでますし。いやー、いいね、田舎の風景でいいね。まさに、なんかこういうとこ来ると落ち着いちゃうんだよね、なんかね。カモがいっぱいいます。こういうの見ただけでもさ、多分喧騒の都会にいたりするとさ、落ち着くんだろうな。俺たちはこのところ見慣れてきちゃってるけど、どう、こういう映像がこうあっただけでも、ちいおじさんが余計なことベラベラ喋るのがうるさいぐらいだな。こういうゆっくりこの川沿いをこうパーンしてあげただけでもいい感じになるんじゃないかね。では、ちいさんのリクエストにお答えして。いいところを撮ってあげて、見せてあげてください。そして川からちいさんの顔にズームイン。カメラが来るといい顔しちゃうんだよな。これはやめない。バカ言ったじゃないよ。こういう景色を見ていると現れるのがちいさんぽ総監督。さて今回の演出プランは？まあね、どういうプランでか。え？どういうプランでか。いや、僕せっかくあるこの黄色い花をだね、どっかで生かしてほしいね。まあ黄色い花を取りながらも私をメインだって。冗談冗談。監督私やっていいんですか？あ、そうですか。なんか大きなため息がパーってできるようなカットをカメラ一つお願いします。なんだか抽象的な指示ですけど。お願いします。ではチー監督本番スタート。いやー綺麗だね。黄色い花がいっぱい咲いてます。ほら、大きなため息出ました。あ、かわいいね。赤いこの朱色の屋根が昔からみんなにこう愛されていたとこなんだろうね。竜なんてだってすごくない？これ柱で作ったんだよ、これ。あ、竜だ。でもさ、ちょっと突然寄ってみても、一つゆっくり見てみるとさ、本当に面白いものがいっぱいあるよな。いいね。
つも上に向かって全部がさ上に向かっているのがいいと思わない？ねえ、勢いがいいというか。手作り豆腐ちょっと入るか。こんにちは。あ、こんにちは。どうも、お豆腐屋さんですか、こちらは。はい、いい男だこと。ほら、なんだよ、いっぱい出てきたことよ。これ、麺？麺？これ麺ちょうだいよ。あ、お父さんと。お豆腐いいから。どうもどうも。あいにくだね、今日も。あいにくだけど、楽しんでますよ。ずっとお豆腐屋だって。そうです。うん、もう、そうですね、私ももう。80歳になり、お父さんがここで始めたの？そうです。これね、私を騙して悪い人なのよ。何もさ、持って、前箸持って。あ、箸もう。うまい。皆さん食べないの？食べるから、今食べる。俺が食べてからね。この人が食べて大丈夫なら、大丈夫だ。この人が食べて当たるとみんな当たるから。よく旦那、はい、大変だったね。騙すのもあれだけどね、じいさんね、暴れ運は乗り手なんだよ。あんなもの、あ、もう、旦那、こういう奥さんがいると、はい、何にもしなくていいからいいでしょ。そう、何にもしなくていいわけにいかないけど、うん、やはり、それなりに、やっぱり手綱さばきが難しいわ。偉そうに。手綱なんか持ってんのかよ。え、いなりじゃねえの、馬なりじゃねえの。素晴らしいの持ってんだろ、やっぱり。でも本当にこういう人がいたらさ、いいよね、はい、明るくてね。そうですね、笑いが途絶えたことがないですよ。ないでしょうね。だから長生きできた。え、晩酌やったから。たまには静かに飲みてんだろ。じいさんそう思うでしょ。そうや。そんなこと言うと私吉本行っちゃうよ。誘いなんだよ、これ漫才みたいな。これが本当の寄せ豆腐ってとこでしょうかね。さて、お後がよろしいところで。本当にどうもありがとうございました。お母さん来てよ。うまく編集してやってね。どうもありがとうございました。ご苦労様でした。いや、でもこういう人がいると本当に世の中いいな。明るくなってなんか元気もらったよ。ありがとう。疲れちゃったよ俺。はい、どうもありがとう。お疲れ様でした。でもあんなに楽しいお豆腐屋さんならまた行ってみたくなりますね。おー、素敵な。これはもともと何かだったとこ。おー、素敵だね。この下なんかも素敵だね。これは欠けた、欠いた、わざわざ割ったレンガで、これは。うわー、素敵だな。こんにちは、お邪魔します。こちらは大正7年に建てられた米蔵を今のご主人が改装して作った喫茶店。レンガ作りの外観にアンティーク調の内装、モダンという言葉がぴったりな大人の雰囲気が漂います。この蔵を写した古い写真を見せていただきました。日の宮蔵ですね。その日の宮蔵の上から撮った写真なんですけど、これ何年頃？昭和20年頃。20年、俺が生まれた頃だよ。これがその今の米蔵です。私、ああ、今こう歩いてきたところ、これが16号線です。これは貴重な写真だろうな。へえ、本当の昔のこの田舎の風景だな。でもここならではの味わいとこう落ち着きがあるよな。お豆腐屋のお母さんがうるさかっただけに。楽さん、本当に素敵なお店です。染みついた時の流れを感じさせてくれる空間に漂う
焙煎したてのコーヒーの香り。誘われるのは散歩を締めくくる至福のひととき。落ち着いたところでいつものように一日の思い出を絵手紙に。では完成まで今日のおさらいです。都内では数少ない牧場で極上のヨーグルトに舌鼓、さらに子牛にチーチーと名付けたチーさん。豆腐屋のご夫婦の会話に大爆笑した後はレンガ作りの喫茶店でゆったりとした時間を過ごした。2時間45分5871歩のお散歩でした。八王子市の山田、とってもあの緑豊かな自然の本当に宝庫のような場所でした。ぜひ皆さんにお勧めしたい散歩コースだと思います。でそんな中で、最後にお邪魔したあの素敵な喫茶店のこの雰囲気、皆さんもぜひここでちょっと苦い渋めのコーヒーをご存になったらいかがでしょうか。そんなんで今日の一枚の絵はこれを描いてみました。お恥ずかしいですがブリックスの前景です。ふと思い出すあの頃の景色、胸が熱くなる記憶とともにあるのは忘れぬ昭和という時代。そんな思い出をたどる散歩に出かけませんか。昭和の初め頃、池袋界隈には芸術家たちが集うアトリエ村と呼ばれる一帯がありました。無名で貧困生活を送りながらも明日を夢見る若者たち。しかしその夢は戦火にかき消されることに。そんな中、疎開した息子を励ますために絵手紙を送り続ける一人の芸術家がいました。紙でさえ貴重だったその時代、遠く離れた息子から送られてくる返事に涙する夜もあったといいます。そんな親子の交流の証が今も残されていました。今日は戦時下の絵手紙から昭和を訪ねます。ちいさんが向かったのはアトリエ村があった頃の資料を保存している郷土資料室。大人が子供に今自分がどんな状況のところに置かれているとかしているとかっていうのを見たことがあって、あのやっぱりそれはあの今見るとすごいことだなと思うよね。そういうことをしてくれた、あるいはさせてくれたあの親子の関係というのもまた非常に興味がありますね僕には、ええ、あ、こんにちは、ちいと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしく。アトリエ村で生まれ育った片平由美夫さん。戦時中学童疎開した先で東京に残る父親と絵手紙を送り合っていました。まあ、雰囲気が出てるかな。敵機の B29500機、500機ですか。ええ、そうです。あの頃500機ぐらい来たの。300機、500機、100単位で来てたんです。はあ、だからいかに東京ってのは広いかなと思うんですよね。はあ、横浜京浜地区、来週こちら無事頑張ってる、安心せよ、皆さんによろしく、また。はあ、お父様はこの本当にこの短い時間でしょうけど、この色彩鮮やかに、あのね、素敵ですよね。手紙とはがきありがとう。なかなか面白い。字も上手くなったが、まだ字や文字の間違いがあるから気をつけなさい。そうなんです。それから生意気に俳句などね、川柳みたいな俳句を送るんです。そと父から自分で俳句書いて、どうだうまいだろう俺のは、なんて来たり、そんな交流があったり。
例えばドラマなんかでこういうことをやらせたらこうならないっていうか、はい、うん、もっと大事なことだけあの必死に書いてる姿を得ちゃうけど、はい、あの力が入ってないっていうか本当に今日あったことを、はい、日常のこと、ね、日常のことが何気なく書かれてるんですね、はい、売れっ子漫画家だった弓代さんの父親、早くに両親を亡くしたこともあってか実に子煩悩だったそうです。そんな親子を引き裂いたのは激しさを増す戦争でした。昭和20年、弓代さんはアトリエ村を離れ疎開先の山形へ。その時父親とした約束がありました。それは互いの近況を絵手紙で伝え合うこと。家族と離れて暮らす弓代さんにとってその頼りは何より心強いものでした。もちろんそれは東京に残る父親にとっても同じこと。お前のスケッチが見たい、暇を書いて送ってくれないかっていう声なさいとか、ね、来るんですよ。だからもう毎日これがそのそばにいるということになるんですね。お父さん元気ですか。僕も元気です。今日は千歳山に登りました。山の頂上でお弁当を食べてから町の地図を書きました。毎日お便りを待っています。お手紙が来ないのは寂しいです。元気な便りをありがとう。お父さんは元気ですから安心してください。お前の便りを読んでは山形は良いところだと話し合って喜んでいます。こんなにマメな親子はいたかね。とにかく夢中でやってたんですね。あ、そういうことだけなんです。待ち遠しかった父親からの手紙。しかし無事を伝える便りはまた家族への思いを募らせるものでもありました。自分のアイデアで東京につながってるのは何だろうと、うん、とお寺を抜け出しまして、うん、夜山形駅に行くんです、はい、と線路が確か線路へ電車乗っかってきたわけですね。そうですね、線路が東京につながってると。そうですよね。それで線路に耳当てて、あ、お父さんお母さんという会話をするんです。そのシーンは忘れませんね。疎開先で満たされないのは家族への思いだけではありませんでした。お寺の和尚さんの計らいでお腹いっぱいお餅を食べさせてもらった時にはあまりの嬉しさにすぐに絵手紙を送ったそうです。例えば山形へ行ってお腹が空きます、うん、そうしますとソキンという薬があるんです、はい、それを僕の友達が持ってて、はい、お腹が空いてるからそれ食べるわけです、うん、消化剤を食べるんです、はい、そうするとそれが僕は欲しいわけです。ですから手紙に父に粗金を送ってくれと、はい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 、そうすると父が薬局に行きまして粗金をくださいと、はい、そうするとその粗金が何だということが分かるわけです。お父様がね、薬局行って粗金くださいって言ったら、それは胃腸薬です。胃腸薬をな、だって分かるわけですね、はい、そうすると父が胃腸薬を粗金を買いに行ったけど、うん、胃腸薬だったと、うん、胃が悪いのかと。大山のお姉ちゃんの2階のおばさんが山形へ行かれる話なので、その時粗金を届けていただくかもしれない。これですね。そうですね、あちこちに粗金出てくるんです。それでもこの絵が添えてあってねえ、あったかいなあ。僕なんかも親からもらった一通のハガキは今でも引き出しの奥に入って、はい、僕は一通しかないんですよ、はい、であれをもっと取っとけばよかった、どんな手紙を取っとけばよかったと思うんだ、はい、どうしてこれを保存されたんですか。それは、はい、そういう戦争とかっていうものがあったからでしょうか。そうですね、そうだと僕はどっかで、勝手に解釈しちゃったんで、はい、機銃掃射にも会いましたし、1センチがあったら僕もいなかったかもしれない、はいはい、そういう恐怖の現在進行の中にいるわけですね、はいはい、
今も過去官僚なんですね、はいはい、ですから過去官僚の方から見られても理屈とか理解はしても、うん、その痛さっていうんですか、うん、心にの火傷ですか、はい、これは復元できませんね。あですから理屈じゃないんですね。理屈じゃないんでしょうね、はい、理屈じゃないし、とにかくなんつっていいんですかね、やっぱりこれだけの往復書簡なりいろんな記録がそのままあるということが自分でも不思議ですけれど、やっぱり捨てられるもんではないですね。終戦を告げる玉音放送が流れた昭和20年8月15日、弓代さんの胸に去来したものは敗戦の痛手ではなく、ただただ家族と会えることへの安堵の思いでした。昭和ってどんな時代だったんですか？気恥ずかしくて温かくて、そういうものが日本人として流れて、これでしょうがなくて戦争があったり、いろんなことがあって、これほど激動的な年代ってのないんじゃないでしょうか。まして原子爆弾なんていう、世界の誰も味わったことがないことを味わされたりね、味わった、たった日本人がこの地球の中で、たった日本人だけですね。そうですね。手紙のやり取りの中に残るのは、戦争という悲しい現実と固く結ばれていた親子の絆。どちらもが弓代さんにとって忘れ得ぬ昭和の記憶なのかもしれません。わざわざ絵を自分の手で描いて、また自分の手で文章を添えて送り合う、その関係というものが何かこういつも取り上げさせていただいているこのコーナーの原点であるアナログの世界だな、そこがやっぱり惹かれるところではないかと僕は思いました。もう一度こう絵手紙を通じて自分の置かれている状況なんかをこう知らせたり教えてもらったりするっていうのは、もう一度見直されてもいいんではないかとつくづく思いました。残された絵手紙に綴られた昭和という時代、63年目の夏がやってきます。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は体力アップ体操です。肩幅でタオルを持ち、両腕を真横に伸ばします。毎日の習慣にしましょう。ちいさんぽで訪れた町を本でご紹介、待望の第6巻が絶賛発売中です。おすすめの22コースを絵手紙とともに掲載しています。